量子力学が導き出した時間の本質。はあ、ついこの間年が明けたと思ったら、いつの間にか、夏の足音が聞こえてきそうな陽気が続いてるなぁ。そうだな。それで、秋を通り過ぎて冬になって一年が終わる。年取るとなんで、こんなに時間経つのって早いんだろう？いろんな実験があるんだけど、大人になると新しい出来事を体験しにくくなったり、日常の細かいところに注意を向けなくなるかららしい。え、そうなの？ある期間中に体験した出来事の数を手がかりに、人は時間の長さを推定してるって話だ。そうなんだ。時間って曖昧だな。そもそも時間って何なんだろうね？時間というのはかなり難しいテーマだ。古代からずっと研究され続けているのがこの時間という概念なんだよ。でも時間ってかなり不思議だよね。時間という概念は、宇宙のことを考える上でもとても重要な要素だ。物理学の発展によって時間の概念は昔からかなり変わっているんだよ。へえ、そうなんだ。じゃあ今日は、時間というものは一体何なのか。人類が2500年にわたって研究してきた超難問を見ていこうか。面白そうだね。古代エジプト、ギリシャ、マヤなどの多くの古代文明の宗教では、神々が創造した世界は、創造存続終末破滅を周期的に繰り返す。円環的な構造になっていて、無限に反復するから。時間は同じ道をたどるという意味で、逆戻りも反復も可能なもの。あるいは、そうしながら永遠に続くものと考えられていたんだ。なんか難しいな。また、仏教やヒンドゥー教などの、インド哲学や東洋思想でも輪廻転生といって、死んであの世に帰った霊魂が何度も生まれ変わるという同じような考え方があった。昔の人は時間は繰り返すものって思ってたんだね。日本人では曹洞宗の開祖で鎌倉時代に活躍した禅僧道元が有名だ。道元は静止している松などの植物も人と同じように時間と空間を構成しているものだと考えた。そして人生とは今ここだけの瞬間を修行しながら仏と一つになって懸命に生きていくことだと説いたんだ。視座が高すぎてわかんないな。そもそも、時間というものが何なのかは、2500年にわたって人類を悩ませ続けている難問だ。時間って何？って言われてもわかんないもんね。この難問に人類で最初に取り組んだであろう人物が、古代ギリシャの哲学者、アリストテレスだ。お、名前は聞いたことある。アリストテレスは時間を、運動や変化が起きて、初めて認識できるものと考えた。え、どういうこと？例えば、ろうそくに火をつけると時間の経過は認識できるよな。溶けていくからね。でも、火をつけなければ時間が経っているということを認識することはできない。だからアリストテレスは、時間というものは、運動や変化が起きたら認識できるもので、それがなければ認識できるものではない、と説いたんだ。なるほど。わからん。だからこそ古代の人は、天体の動きから時間を把握しようとしたんだ。太陽が昇って沈めば一日がわかり、満月が欠けてまた満月になる頃には、1ヶ月が過ぎたことがわかる。おお、だから、1日、1月って呼ぶんだね。だから古代の人にとって時間は、循環するものという認識だったんだ。ほうほう。そして古代エジプトでは、1日を昼と夜に分け、それぞれを12個に区切って、1時間の長さを決めていた。へえ、そうなんだ。でも、昼の長さは冬より夏の方が長いから、1時間の長さは季節によって変わるよね。そうだな。だから昔の人にとって1時間の長さというものは、伸び縮みするものだったんだよ。140年くらい前までそれは当たり前だったんだ。ふむふむ。そしてその概念に新たな理論を提唱したのが、アイザック・ニュートンだ。ニュートンが唱えたのは、絶対時間という新しい時間の概念だった。絶対時間、なんかかっこいい。それまで、変化することが一般的だった時間の概念に対して、ニュートンが提唱した絶対時間というものは、物体があろうとなかろうと、運動していようといまいと、ひたすら一定のテンポで刻まれるのが時間なのだ、と提唱したんだ。確かに時間って一定のイメージだな。しかし、その時間の概念に、新たな理論をぶつけたのが、アインシュタインだ。出たな、天才。ニュートン力学に代わる、特殊相対性理論を作ったアインシュタインだけど、アインシュタインが提唱した時間の概念は、全く新しいものだった。アインシュタインの理論は、運動する時計の進みはゆっくりになるし、運動の速度が光の速さに近づくほど、時間の遅れは強くなる。そして、運動が光の速さに達すると時間は止まるというものだった。天才の言っていることはわからんな。高速で物体が移動するほど、時間というのは遅くなるというものなんだ。
さらには、一般相対性理論によると重力も時間に影響すると考えられていて、重力の弱いところでは時間は速く進むんだ。ますますわかんないけど、私たちみたいな人間の動きの速度だと、時間の伸び縮みは小さすぎるし、重力の変化も小さいから、私たちは気づくことができないんだ。でも、世界の標準時の基準になる原子時計や、GPS 衛星の停止時計なんかは、相対性理論による時間補正をしないと、使い物にならないんだよ。アインシュタインって本当に何者なんだ。でも結局、時間って何なの？さっぱりわからないんだけど。つまり時間というのは、時代とともに認識が変わっているものということになるね。そんなざっくりとしたものなの？はっきりとした答えが出せない、とっても厄介なトピックスということだ。なんかすっきりしないなぁ。時間の概念は、古代の人にとっては、繰り返しの回数だった。身の回りの出来事の中から、繰り返される出来事に注目し、その中でも最も安定して繰り返されるものを、時計と呼んだ。ふむふむ。そしてさらに細かい基準を作るため、時計は進化していった。細かい時間が測れるようになったことで、物理学も進化を見せた。そして、時間は物理学にとって、運動を理解するための物理量となった。立場によって、時間の意味合いは変わるんだね。そしてニュートンは、均一に流れる、真の時間という概念を提唱し、宇宙の中で起きることは、絶対時間と絶対空間という物体からなる、揺るぎないものなのだという概念が生まれた。私は、この理屈はしっくりきたな。空間と時間がベルトコンベアーに乗ってる感じだね。そんなニュートンの絶対時間に、待ったをかけたのがアインシュタインで、時間の進みは誰にとっても同じなのではなく、物質やエネルギーのありようによって、伸びたり縮んだりするものなのだと提唱した。見ている人の立場や、動いているスピードで、時間の進み方が変わるなんて信じられないよね。つまり時間というのは、繰り返される出来事の回数で測られていて、物体の運動を正しく理解するために、とっても必要なもの。そして空間とともに、そこで様々な出来事を繰り広げられる物体があって、その物体は、物質やエネルギーのあり方で常に変化するものということになる。すっきりとはしないけど、なんとなくはイメージできた気がする。気がするだけだけど。それだけ時間というのは、多くの謎が残されているということなんだよ。なるほどね。そして、時間は一方通行だ。一方通行？割れたコップが元に戻らないように、時間は逆戻りできない。これを不可逆過程と言うんだ。へえ、そうなんだ。この不可逆過程が存在することで、私たちは時間が過去から未来への一方通行に感じているんだよ。でも、なんで一方通行なの？不便だなぁ。これを、物理学者のボルツマンは、時間の方向が一方通行なのは、エントロピーが関係していると考えた。エントロピー？時間が不可逆なのは、膨大な数の原子や分子が関わっている、と考えたんだ。どういうことだってばよ？エントロピーというのは、粒子のごちゃごちゃを数値で表したものだ。粒子の配置が整っていれば、エントロピーは低く、粒子の配置が散らばっているほど、エントロピーは高いということになる。ほうほう。そしてこのエントロピーが、時間が一方通行なことに関係しているというんだ。なんでそうなるんだよ。秩序だった、エントロピーが低い状態というのは、時間の経過とともに乱雑になっていき、エントロピーが高くなるとされている。これを、エントロピー増大の法則と言うんだ。よくわからん。じゃあ、自分の部屋を想像してほしい。片付けた時は綺麗だけど、時間の経過とともに散らかってくるだろう？それがエントロピー増大の法則だよ。めちゃくちゃわかった。そして物が増えていくほど、エントロピーが低い状態には戻れなくなっていく。これが、膨大な数の原子が関わる時にも起きてくる。その結果、時間は不可逆な一方通行なものになるというんだ。宇宙の粒子が増えすぎて、簡単には秩序立った状態には戻れなくなるってことなんだね。ということは、宇宙は最初は、秩序立った状態だったってこと？その通り、それがビッグバンと呼ばれる、宇宙の最初の状態だ。なるほど。ただこれにも、はっきりとした答えは出ていない。時間の矢が生まれるためには、ビッグバンの状態が用意されなきゃいけないからな。難しいな。この宇宙に、時間の流れが生まれるためには、宇宙の初期に、エントロピーの低い特別な宇宙が誕生する必要がある。この宇宙は、どうやって生まれたのか？ということが大事なんだ。そのビッグバンが生まれなきゃ、時間も生まれないもんね。どうやって最初の宇宙は生まれたの？それに対して、明確な答えはまだ出ていない。そうなの？その時間の謎を解くためには、一般相対性理論と量子論を融合した。量子重力理論というものを作り上げる必要があるんだ。なんかまた凄そうな理論出てきた。
この理論を完成させるのに、有力な候補となっているのが、超紐理論そして、ループ量子重力理論だ。超紐理論は、すべての物質の核は紐でできているっていうやつだね。ループ量子重力理論ってのは何なの？時間にも、それ以上の分割不可能な最小単位の原子が存在するという考え方だな。時間の原子か。なんかすごいこと考えてるね。もちろん未来についても様々な議論がなされている。未来ってどうなってるんだろうね。未来はオープンなものなのか、それともすでに決まっていて固定されたものなのか。未来の形もいろんな議論がされているんだ。でも、未来が決まったものだったらなんか嫌だね。未来はいろんな可能性が開けている存在であってほしいよな。ただそれは同時に、私たちは未来に対する責任を持っているということだ。未来は変えられないもの、という考えは、自分たちの今への責任を放棄した考え方になってしまうからね。未来は無限に広がっていて、たくさんの可能性に満ちている。そう考えた方が、今を一生懸命生きれる気がするよ。それに、時間が存在しない可能性も考えられているしな。時間が存在しない、と、どういうこと？さっき、時間には分割不可能な、最小単位が存在するって言ったよな。ループ量子重力理論だっけ？そうそう。以前からループ量子重力理論では、これ以上分割不可能な長さのことをプランク長。これ以上分割不可能な質量をプランク質量、と呼んでいた。長さや質量と同様に、時間にも最小単位が適用されると考えた物理学者たちは、時間にもそれ以上分割できない最小幅が存在すると考え、その時間のことをプランク時間と呼ぶようになったんだ。プランク時間、それってどれくらいの長さなの？それは、0.0000。長いよ。まだまだ続くぞ。小数点以下ずっと0が続いて、43桁目に1が来る。正しく言うと、5.391×10⁴4秒だな。とんでもなく短いってことは分かったよ。このループ量子重力理論の仮説が正しければ、時間は不連続だと言える。不連続？パラパラ漫画みたいってこと？そうだ。そもそもテレビや YouTube などで再生されている動画も、とんでもなく細かいパラパラ漫画のようなもので、脳の認識能力によって、動いていると錯覚しているだけだからな。確かに。時間もこれらと同じで、脳が錯覚して、動いているように見えているだけかもしれないんだ。この今の瞬間も錯覚。さらに、プランク時間より短い時間では、物理的に意味を持つものは知られておらず、時間の概念は存在しないことになる。だから時間は存在しないってことになるんだね。でも時間が存在しないなら、この時間だと感じている流れは一体何なの？それは、エントロピーの増大によって説明できるんだ。放っておくと私の部屋みたいに、乱雑で無秩序な方向へ向かうってやつだ。エントロピーとは、不規則性の程度を表す量のことを指している。例えば、熱いものが冷たいものに触れると、熱が温度の高いものから低いものへと流れる。熱いコーヒーは冷めるが、冷めたコーヒーは勝手に温まらないように。この熱の移動は一方向にしか起きず、自発的に元の状態に戻ることもない。これをエントロピー増大の法則と呼び、物理学における基本的な大原則の一つだ。ふむふむ。つまり、時間だと思っていたものも、ただのエントロピーの変化で。時間と呼んでいるものは、複数の出来事同士の相互作用だと考えられる。エントロピーが増える方向を未来、減る方向を過去と呼んでいるだけで。時間の方向を決定しているのが、エントロピーだということもできるそうなんだ。頭、こんがらがってきた。世界は物ではなく、実際には出来事の集まりであり。複数の出来事の関係性を、時間のように感じているってことだな。時間がないなんてなんか怖いよ。アインシュタインは相対性理論で、時間の進み方は観測者によって異なると言っている。相対性理論によると、宇宙には共通の現在が存在しないため、絶対的な時間も存在しない。時間とは、人間が生み出したただの概念だ、とアインシュタインは考えてたみたいだな。天才の言葉には説得力があるね。そして実際に、時間の流れは山では速く、低地では遅く進むという事実がある。その差はほんのわずかだけど、正確な時計を使えば実際に測って確認をすることができる。アインシュタインはこの事実に、精密な時計ができる100年以上前に気づいていたんだ。さすがとしか言えない。けどなんでなの？一般相対性理論では、周りに重い物体があると、重力によって流れる時間が遅くなるとされている。地球からかかる重力は、地球から遠ざかるほど小さくなるから。地球から離れた地点にいる人の方が、地上にいる人よりも時間が早く進むんだ。飛行機に乗り続けたら早く老けちゃうってこと？ほんのわずかな差だから気にするほどではないけどな。この差を観測した実験はいくつもあるけど、2020年に東京スカイツリーの展望台では、
地上よりも時間が早く進んでいることを確かめた論文が発表されている。スカイツリーって武蔵野634メートルだよね。そんな高さでも変わるんだ。計測は1週間行われて、1日あたり4ナノ秒早く進んでいると発表されたんだよ。重力が大きいと時間が遅くなるなら、ブラックホールの近くにいれば、ずっとピチピチのままでいられるのかな。他の問題が山積みだからおすすめはしないけどな。でも、そもそも時間自体が存在しないなら老いという概念も幻想なんじゃ。世の中、人間が作り出した概念で成り立っているからな。時間が存在しないというのも、物理学者や哲学者による、いくつかの仮説が混じり合った結果だ。時間が存在しないことが証明されても、私たちの日常生活には何の影響もないという見解もある。そう言われてみれば。ただし物理学の分野では、その影響は伺い知れず。物理学の新しい時代の幕開けになると言われているんだよ。新しい扉が開かれるんだ、なんだかワクワクするね。時間の謎が解き明かされたらタイムマシーンも作れるのかな？どこか行きたい時代でもあるのか？いっぱいあるよ、自分の未来を覗いてみたいし、戦国の武将も直接この目で拝みたい。恐竜も捨てがたいけどお決まりすぎるし、宇宙誕生の瞬間も見て確かめられたらすごいじゃん。宇宙誕生は魅力的だな。タイムマシーンではないんだが、2019年に時間が逆方向に流れる現象が観測されたんだ。時間が逆に流れたの。電子と量子力学の不思議な世界を利用した、量子コンピューター。その技術開発の中で、実験的に時間を巻き戻すことに成功したんだ。量子コンピューター？量子重ね合わせや量子もつれといった、量子力学の現象を利用して、並列計算を実現するコンピューターだ。従来型のコンピューターでは、答えを導き出すのに膨大な時間を要する問題でも、量子コンピューターでは、短い時間で解けるようになる可能性がある。めちゃめちゃ賢いってことだね。実験に使われたマシンは、電子のキュービットを使った基本的な量子コンピューターだ。キュービットは、量子コンピューターにおける基本情報単位で、0と1、そしてその両方を合わせ持つ重ね合わせの3つの状態を表現できる。普通のコンピューターは0と1だけだもんね。実験では、進化プログラムと呼ばれるプログラムが立ち上がると、キュービットの0と1への変化パターンはどんどん複雑になっていく。秩序は失われていき、それは規則正しく寄せ集めた玉が散乱する様子に似ている。例えるなら、ビリヤードかな。ボールとボールがぶつかって弾け飛んでる感じ？そう。つまりはエントロピーが増大している状態だ。だが、そもそもほとんどの物理法則は未来と過去を区別しない。例えば、ビリヤードの玉がぶつかり合う瞬間を動画に撮り、それを逆再生する。玉が近づいて離れる、その逆だから。近づいて離れる。あれ？一緒だ。物理法則は、いずれの場合も問題なく機能するから。それら物理法則の範囲内では、どちらの向きが正しいのかを言い当てることは難しいんだ。ただし、宇宙は一方向にしか流れないという、熱力学第二法則も持っている。この中で物事は秩序から無秩序に向かって動くと定義されている。むむむ、難しい。とりあえず、部屋は絶対散らかるってことだよね。実験では、複雑系から単純系へと移行させることを可能にするアルゴリズムによって、量子情報の基本単位である3キュービットを数分の1秒前の状態に戻した。え？どういうこと？ビリヤードで例えると、ブレイクショットの直後に、玉が元の状態に戻ったようなものだな。最初の三角に並べた玉が、切った瞬間に戻るってこと？もちろん、量子の世界においては、観測するまで玉が盤上のどこにあるかは決まっていない。だが、無秩序に進むのではなく、キュービットの状態を過去へと巻き戻すことに成功したんだ。時間が戻ってるってことだ。二つのキュービットを使った量子コンピュータでは、初期状態への間戻りが見られたのは 85%。三つのキュービットになると、エラーが増えることで、成功率は 50% に下がったそうだ。これらのエラーは、量子コンピュータの不備によるもので。装置の精度が上がれば、エラーの出現も抑えられる見込みだ。タイムマシンは無理でも、タイム風呂敷ならできるかな。ドラえもんの誕生日までには、機械技術は開発されるかもな。現に、2023年に発表された実験では、時間を巻き戻したり早送りすることの実証に成功した。すごい。彼らが考案した、巻き戻しプロトコルを利用することで、まるで映画を巻き戻すかのように、粒子を過去に戻すことができる。この理論と実験結果は、オーストリア科学アカデミーと、ウィーン大学の研究チームによる、一連の研究で紹介されている。一体どんな実験なの？研究チームのミゲル・ナバスケス氏は、映画を例に挙げて、こう説明している。例えば、あなたが映画館に行ったとしよう。それはあなたがどうしても見たかった映画だが、あいにく体調が悪くトイレに立つことになった。
そのせいで見逃したシーンは見逃したまま、映画館で確認することはできない。だが、自宅でネット配信や録画した映画を見ているのならば、いつでも好きなように巻き戻せるし、退屈ならば早送りすることだってできる。至極当たり前のことだよね。研究チームが考案した巻き戻しプロトコルは、量子スイッチという実験装置をクリエイティブに使うことで、まるで映画を巻き戻すように、粒子を過去の状態に戻せる。量子スイッチをクリエイティブに？意識高すぎて理解できないかも。この実験のベースにあるのは、相対性理論が予測する浦島効果だ。浦島太郎のこと？浦島効果とは、高速に近づくと時間の流れが遅くなるという不思議な現象のことだ。例えば、双子の兄が高速近くで飛行するロケットに乗って宇宙に旅立ち、弟はそのまま地球に残ったとしよう。すると高速で移動する兄は時間の流れが遅くなり、地球に帰還した時は弟の方が歳をとっているという奇妙なことが起こる。ほうほう。これは実際に観測可能な現象だけど、私たちが体感できるほどの効果を得るには膨大なエネルギーが必要になるから、現実的ではなんだけどな。しかし、非相対論的量子力学の領域でなら、そうした制約はない。研究チームはそれを実証すべく、1ビットの情報量を持つ粒子で実験を行った。やっぱり実験はとんでもなくちっちゃいところから始まるんだね。そして巻き戻しプロトコルは、粒子の状態を元に戻せることに成功した。ただ時間を巻き戻すことはできても、早送りすることはできない。巻き戻しプロトコルでは、1ビットの情報量を持つ粒子を5分前に戻すには5分かかる。戻したい時間と同じだけ時間が必要なんだよ。それは難儀だね。でも、時間の流れを早めるにはこの原理が応用できる。全く同じ物理系から時間を盗むという奇策だ。どういうこと？例えば、完全に同一の物理系が10個あって、それで1年間実験したとする。この時9つの物理系から時間を奪い、それを1つの物理系に与える。すると、その物理系は1年で10年が経過したことになるのだそうだ。意味わかんなすぎるよ。これで若返ったりは、やっぱり難しいのかな。人間を外部からの影響を全く受けない箱に入れれば、理論上は可能らしい。しかし、今のやり方では成功確率がかなり低い。その上、膨大な情報量を持つ人体を、ほんの1秒若返らせようと思えば、数百万年もかかってしまう。本末転倒じゃん。若さを保つためには、やはり日頃の食事と運動、睡眠を大事にするしかないだろうな。宇宙は紫外線も強いから日焼け止めも忘れずにな。ここは地球だが？突然マジレスしないでくれ。それで結局時間って何だったんだ？繰り返される出来事の回数で測られていて、物体の運動を正しく理解するためには、とても大切なもの。そして、物質やエネルギーのあり方で常に変化するもの。でも、時間は存在してないかもしれなくて。最新の研究では、長らくありえないとされていた。逆に流れたり、早送りできたりする可能性があるものってところかな。考えれば考えただけ不思議で魅力的なものだね。宇宙の謎を解き明かすためにもなくてはならない存在だな。早く、宇宙旅行も時空旅行も行きたくなっちゃったな。宇宙は生きてるうちに行ける可能性はあるけど、時空はどうだろうな。なせばなる、なさねばならぬ何事もだよ、研究者さんたちファイト。他力本願すぎるだろ。地球の自転が絶賛加速中、時間は変化しないという大いなる誤解について。今日は休みだし予定ないし何しようかな。一日ダラダラしながらネットフリでドラマでも見て過ごすのもありだよね。そんなダラダラと時間を無駄にしててもいいのか？いいんだよ、特に予定もないし。一日は24時間もあるんだから。いや、一日が24時間とは限らないぞ。え、何言ってるの？一日は24時間なんだよ。近年、地球の自転がどんどん速くなっていて、一周が24時間じゃなくなってるんだ。さらに地球の回転に合わせるために、数年に一回時間を短くするという案まで出ている。時間は変わらないと思っているかもしれないが、それは大きな間違いだぞ。ちょっと待って、一体どういうことなの？4年に一度、2月が1日長くなるウルー年は、ほとんどの人は知っていると思う。ただ世界の正確な時間には、ウルー秒というのも必要になるんだ。え？何それ？ウルー年なら知ってるけど。ウルー秒は、12月31日か6月30日に、1秒調整するというものだよ。1年の終わりはなんとなくわかるけど、なんで6月30日？1年のどっかで調整する場合、半分のところで調整する場合だな。ウルー秒は、これまでは全て1秒長くするものだったんだが、なんと2029年までに1秒減らす必要がある、という計算結果が報告されたんだぜ。え、増やしてたのを減らして調整する？なんでそんなことになるの？
カリフォルニア大学サンディエゴ校、スクリップス海洋研究所の物理学者である。ダンカン・アグニュー氏によると、地球は過去数千年にわたって減速してきていたそうなんだ。地球の自転って遅くなってたのか。自転速度の低下は、主に月の引力がもたらす潮の満ち引きの影響。つまり潮汐摩擦によって引き起こされてきた。ただ自転の速度が変わると言っても、目に見えるような影響は出ないからこそ。今までは特に問題にもなっていなかったんだけど、原始自我公式の標準時間として採用されたことで、ちょっと事態が変わったんだ。原始時って何？原始時とは、超高精度な原子時計を基準にした時間のことで、セシウム原子が、919,263,770 回振動するのを1秒と定義しているんだ。1秒ってそんな定義だったのか？ 1 秒で91億回ってとんでもない振動してるけど。ただこのセシウム原子の登場によって、原子時計が刻む原子時と、地球の1日に基づく天文時との間に、ズレが生じるようになってしまった。だから、数年に一度1秒調整する、ウルー秒が必要になったんだぜ。うわぁ、えらく精緻な話だね。1972年にウルー秒が導入されて以来、地球の1日が長くなるのに合わせて、27回ウルー秒が追加されていて、直近では2016年12月31日23時59分59秒の後に、1秒が追加されて、59分60秒となっている。ちなみに、日本時間の2017年1月1日8時だな。へえ、そんな1秒追加されてるのなんて知らなかったよ。けど、それがどうして減る方向になってるの？近年では減速のテンポが徐々に鈍化し、むしろ加速していることがたびたび指摘されるようになっているんだ。地球の回転って速くなっていってるの？これには複数の要因が絡んでいるんだが、主な理由は地球の中心部にある、高温の液体コアの流れが予測不能な形で変化するからだと言われている。え？地球の液体コアが変化？そんなものの存在自体初めて知った。地球の核は、1972年以降の過去50年余り、自転を加速させる作用をもたらしてきたんだ。だが、その影響は近年の急激な地球温暖化により相殺されていた。というのも、1990年代以降、地球の極地の氷が猛烈な勢いで融解しており、増加した海水が極地から赤道付近に移動することで、減速する作用をもたらすからなんだ。これはちょうど、回転するスケート選手が腕を広げると速度が落ちるのに似ている。地球の端の氷が溶けて、溶けた水が真ん中の方に寄ってきて減速してたのか。そしてアグニュー氏は、2024年3月に科学誌ネイチャーに掲載された論文で、地球温暖化による影響で、2026年に必要だった負のウルー秒が、3年遅れて2029年になったとの研究結果を発表したんだ。どんどん温暖化していることもあって、地球の回転が速くなるのが予想より遅かったんだ。ウルー秒は、2035年までに廃止されることがほぼ決定しているんだけど、最後のウルー秒は、マイナスになる可能性があるんだぜ。マイナスってことは、今まで1秒増やしてたのを1秒減らすってことだよね。なんとなく嫌だけど、まあ1秒くらいなら。1秒増えようが減ろうが、大して影響もないように思うかもしれないが、原子時計が刻む正確な時間によって動いている、現代社会への影響は実は甚大なんだぜ。え、たったの1秒で？2012年のウルー秒では、オーストラリアのカンタス航空や、掲示板型ソーシャルニュースサイトのレディット、Linux で動作しているサーバーシステムなどで、障害が発生した。リディットはアメリカの掲示板で、Linux は OS の一種だな。へぇ、時間がずれてサーバー障害が起きるのか。アグニュー氏はメディアに対し、将来の地球方位を予測する際に地球のコアやその他の関連現象の傾向を考慮すると、現在定義されている協定世界時は、2029年までに負の不連続、つまりマイナスのウルー秒を必要とすることがわかりました。これは、コンピュータネットワークのタイミングに関して、前例のない問題を引き起こすことになるので、計画よりも早く、協定世界時の変更を行う必要があるかもしれません。と述べたんだぜ。計画よりも早くって、なんか SF アニメのヤバい時っぽいけど、実際ヤバいの？例えばナスダックなんかの取引システムが、1秒の狂いでエラーを起こして止まってしまったら、世界中の金融市場が、大混乱になる恐れはあるな。なるほど、病院なんかのシステムもヤバそうだね。点滴を何秒ごと、とかのシステムだと命に関わるよな。それと気候変動が地球の自転にまで影響することが、改めて示されたことから、アグニュー氏は論文に、極地の氷の融解が最近加速していなければ、この問題は3年早く発生していたでしょう。つまり、地球温暖化はすでに世界の経済に影響を及ぼしているのです。と記したそうなんだ。おお、なんかゾッとした。1秒じゃ済まない話になってきてるんだね。そして地球の自転が速くなっていることの証拠に、2022年に1日が一番短い日というのも発生している。
え？短いも何も1日は24時間で。それもうるう病の話？でも1秒だよね。いや、これはうるう病の日の話じゃなく、1秒よりはるかに短い。2022年6月29日は、高精度の原子時計で地球の自転を測定し始めた1960年代以降、最も短い1日だったことが明らかになっている。このことから、地球の自転速度は近年加速していることが示されているんだが、イギリスの大手一般新聞のザ・ガーディアンによると、ここ数年にわたり、1日の短時間記録が次々と更新されているとのことだ。マジでどんどん1日が短くなっていってるの？2020年には過去50年間で最も短い28日間を記録していて、その中で最も短い1日だった7月19日は、86,400秒。つまり24時間が通常より 1.47 ミリ秒短くなっていた。さらに、この記録を塗り替えて新記録となった2022年6月29日は、1日が通常より 1.59 ミリ秒短縮されたことになるんだ。ミリ秒ってことは、1秒の1000分の1くらいの時間だけど、それでも、記録が伸びているってのがな。わずかとはいえ次第に加速している地球だが、長期的に見るとむしろ遅くなっている。恐竜が活躍していた時代よりも、はるか昔の14億年前に時間を巻き戻すと、1日はわずか19時間しかなかったそうだぜ。倍くらい早いじゃん。今の地球は潮の満ち引きで海水と海底、陸岸などの間で起こる摩擦などが原因で、自転の速度が少しずつ遅くなっていて、現在のおよそ24時間という速度にまで減速していると考えられている。でも逆に言えば、それくらいまで速くなっても地球的には大丈夫ってことだもんね。ただしザ・ガーディアンによると、地球内部のコアだけでなく、地上の海水、上空のガスなどが自転により揺らぐことで、わずかに自転の速度が変化しているため、地球の速度を正確に予想することは難しいとのことだ。他にも自転の速度を変える何かがあるの？過去の事例では、エルニーニョ現象による強い風が吹くと、1日が1ミリ秒単位で長くなって、スマトラ島沖地震ほどの巨大地震が起きると、反対に1日が3マイクロ秒ほど短くなる、などの現象が確認されているそうだぜ。地球の自転って地震とか風でも変わっちゃうのか。ただそもそも、うるう病は廃止される方向にも進んでいる。そういえばほぼ廃止が決まってるとか言ってたね。でも廃止しちゃっていいものなの？うるう病があることによる問題もいろいろとあるから、ない方がいいという声もあるんだ。もともと秒という時間の単位は、24時間の天文学的な1日地球の1回転を、単純に86,400分割して作られたんだ。へぇ、なんで60とかになったのかと思ってたら、単純に割ってたんだ。ただ、これには一つだけ問題があった。地球は毎日同じ速度で自転しているわけではなく、わずかに変化するってことだ。風とか地震とかで、変わっちゃうって言ってたね。プラス重力や摩擦、地表の振動などの環境的及び物理的な影響により、最も精巧で信頼性の高い時計でさえ、わずかに不正確になる。そこで秒そのものが再定義されたんだ。セシウム原子の振動だね。その通りだ。従来の時計で周期を生み出していた振り子や水晶などの振動とは異なり、原子は極めて一定のペースで放射線を放ち、吸収する。このより確かな原子の振動の周期が、1940から50年代に開発された最初の原子時計の基礎だ。そして1967年に、世界共通の単位計を管理する国際機関、国際土壌鉱総会 CGPM で、セシウム133原子が919,263,770回振動する時間が秒と定められた。国際土壌鉱総会なんて機関があることを初めて知ったよ。ただ新たに定めた秒でも困った問題が生じた。原子秒は地球の自転に基づく、天文学的な秒とは完全に一致しなかったんだ。むう、難しいもんだね。平均すれば、地球の自転で決まる1日は原子時計の1日、86,400 原子秒よりわずかに長い。そこで、両者のズレを解消するために、科学者たちは1960年代後半に会合を開き、原子時計に基づく世界的な時刻の基準である、協定世界時 UTC に、時々秒を追加することを決定した、これがうるう病だ。このうるう病により、UTC と天文学的な時刻は再び同期するようになった。やっぱうるう病ってあった方がいい気がするけど、何がそんなに問題なの？大きな問題が生じるのは、マイナスのうるう病と同様にシステム全般だ。あ、そっか、増えても減っても時間がずれることに変わりないもんね。さらにうるう病導入とともに、長期間 UTC を監視調整する必要が出てきた。1972年にうるう病による調整が始まってから、これまでうるう病が27回挿入されたんだけど、特に GPS や電力網、インターネットなど、複数の産業で標準的な時刻の重要性が高まっている中、うるう病を挿入しなければならないのはトラブルの元であり、技術的な頭痛の種となっていた。
4年に一度とか決まってるわけでもなく、時々入れられるからその都度対応しないといけないもんね。そこで2022年、CGPM はついに、2035年までにうるう病を実質的に廃止することを決定した。私的にはシステム障害なんて起きる方が困っちゃうし、なくなってくれてもいいかな。でも廃止した後ってどうなるの？時間はちょっとずつずれてはいくんでしょ？まだどうするか確定しているわけじゃないんだけど、原子時計に基づく UTC と天文学的な時刻のズレが、年々広がるままにしてしまう方法から、今後数世紀分のズレをカバーするために、一度だけウルーフンを導入する方法まで、様々な選択肢が想定されている。ウルー病なくしてウルーフンって、本末転倒な気がするけど、理想的には、ごくわずかな科学者とプログラマーにしか影響を与えず、一般の人々にはほとんど気づかれないような解決策にするべきだと言ってはいるけど、科学者が最善の解決策について議論している間に、世界は正確な世界標準時に依存する危機に、ますます頼るようになっているからな。まあ困る人が極力少ないのが理想だよね。あと時刻の管理をめぐっては、多くの課題がある。その中の一つに、これまでとは、逆の方向に時刻のズレが生じる可能性が指摘されているわけだ。先に言ってたマイナスウルー病の発生だね。さらに、セシウム133原子時計そのものの将来も不透明なんだ。まだ実験的ではあるんだが、イッテルビウム光格子時計のような、より精度の高い時計の開発と、完成が進んできたからな。へぇ、新しい時計か。そんな中、メタがウルー病廃止を呼びかけているんだぜ。メタって旧 Facebook の？そうだな。ウルー病で困ってる企業の一つってわけ？天体の動きと人間社会の時間をすり合わせる必要性から導入されたウルー病だけど、インターネットや正確に時間を調整する技術の発達により、意義が薄れつつあって、システムの不具合の原因になることもあるとして、大手 IT 企業が廃止に向けた取り組みを始めたんだ。やっぱ IT 企業はない方が嬉しいんだね。ウルー病が導入されたのはインターネットなどの技術が普及する前のことであって、インターネットサービス業界では、ウルー病が原因の問題がしばしば発生してきたんだぜ。へぇ、どういったところで？2012年6月にウルー病が追加された際には、英語圏最大級のソーシャルニュースサイト、ラディットや、Firefox を開発しているモジラのサービスに影響が出たほか、オーストラリアのカンタス航空の予約システムに障害が発生して、フライトが2時間も遅れたんだ。フライトが2時間も遅れたの？それに1秒の話で、2時間って。その後も、2015年に Twitter、Instagram、Pinterest、Netflix、Amazon が、2016年にはクラウドフレアが、ウルー病の問題で障害に見舞われている。結構多くの企業が廃止してほしいと思ってるんだね。しかも、これまでは1秒を追加する性能ウルー病が実施されてきたわけだけど、今後は地球の自転の変化により1秒を削除する、負のウルー病が必要になる可能性がある。20回以上も行われてきた性能ウルー病でも、大規模な問題が発生しているのに、これまで1回も行われたことがない負のウルー病では、どんな問題が発生するか予測不能だ。こうしたウルー病にまつわる問題について、メタのエンジニアであるオレグ・オブレウコフ氏と、研究員のアフマド・ゲゴイ氏は、ウルー病のイベントは業界全体で問題を引き起こし、今も多くのリスクを抱えている。と話し、IT 業界はウルー病が導入されるたびに問題にぶつかっている旨を訴えている。そりゃ今すぐにでもなくなってほしいって気持ちもわからなくもないね。仕事も増えて大変だろうし。問題発生自体は稀だけど、それだけに一度発生すれば、地域社会が壊滅的な打撃を受けることになる、と警鐘を鳴らしている。あらゆる産業で時計の精度が高まった現代では、ウルー病は障害や停電を引き起こすばかりで、いいことよりも悪いことの方が多くなっていると述べていて、ウルー病の追加や削除に代わる、新しい方法を模索していくことを表明しているんだよ。企業側でも問題を解決するように取り組む意思を示したんだね。ただやっぱり、地球の回転はどうしても一定にはならないし、今よりも大昔はかなり早い回転だったこともある。天文学的な一日の考えと、常に一定にする時間の考えを、完全に合わせるのは難しいだろうけどな。そういえば最初にも大昔は地球の回転が早いって言ってたね。昔ってどのくらいなの？約20億年前から約10億年前だな。だいぶ昔だった？でも地球の自転なんてどうやってわかるのかな？現在の地球は約24時間で1回転する自転運動をしているけど、過去の地球はより早く自転していたと考えられ、その減速率は一定だとこれまでは考えられてきた。ところが、中国科学院のロス・エヌ・ミッチェル氏と、エバーハルト・カール大学チュービンゲン校のウベ・キルシャー氏の研究チームは、今から約20億年前から約10億年前までの10億年間は自転速度がほとんど低下せず、1日は約19時間でほぼ固定されていたことを明らかにしたんだ。
この期間は地球史における退屈な10億年と呼ばれる期間とほぼ一致している。退屈な10億年って何？空白の100年的な？別に歴史から抹消されてるわけじゃないぞ。この期間は地球の進化において、特に大きな変化が起きなかったことから、退屈なと表現される期間のことだ。何も起きなかった時期もあるんだね。そして、地球の自転周期が長くなってきていることについては、それは地球唯一の衛星である月が関係している。月は重力によって地球を引っ張るから。地球はわずかではあるんだけど、ラグビーボールのような細長い形に変形している。月の引力で地球の形がちょっと変わっちゃうんだ。この時、力学的に安定するのは、わずかに変形した地球の長い側の頂点同士を結んだ線が、月と一直線に並ぶような配置なんだ。ところが、月の公転速度と比べて地球の自転速度は、約30倍も速いから、変形した地球の長い側の頂点は、月と地球の重心を結んだ直線を追い越してしまう。この時、月は追い越していった部分を引っ張って一直線上に戻そうとするため、地球の自転にはブレーキがかかる。この現象は潮汐トルクと呼ばれているんだ。月が一番安定する、地球の伸びた部分を引っ張ろうとするから、追い越しちゃったら、それがブレーキになっちゃうのか。ちなみに液体である海水は、固体である地殻と比べてずっと変形しやすく、潮汐トルクの影響を受けやすい。そのため、月からの潮汐トルクは海洋潮汐トルクとも呼ばれている。この潮汐トルクの影響を受け続けているために、地球の自転速度は少しずつ遅くなり、自転周期が長くなっているというわけだ。ふむふむ。ただ地球には、月からの海洋潮汐トルクだけではなく、太陽がもたらす熱潮汐トルクも働く。熱潮汐トルクは太陽によって大気中の水蒸気やオゾンが加熱され、大気が膨張することで起こる。その効果は海洋潮汐トルクと比べて非常に弱いんだけど、海洋潮汐トルクとは反対に、地球の自転速度を加速させるトルクだと考えられている。へえ、月が地球の回転を遅らせて、逆に太陽が地球の回転を早めてるんだ。ああ、そして、自転速度が今よりも速かった過去の地球では、海洋潮汐トルクがかなり弱く、ある時期には現在の4分の1未満だったと考えられている。退屈な10億年の時期は、熱潮汐トルクと海洋潮汐トルクが釣り合い、地球の自転速度が加速も減速もしない停滞期間だったことになる。加速と減速の力が同じだったから、自転速度が変わらずに退屈しちゃってたってわけだね。ただ地球の自転周期の変化に、停滞期があったとする考えは、古い時代の地層や化石を詳しく検証できるようになった、1980年代頃から提唱されてきたんだけど、この考えは長い間仮説にとどまっていた。なんで仮説でしかなかったの？最大の理由は地質記録の不足だ。過去の地球の1日が何時間だったのかを推定する上では、サンゴや木の年輪のような化石が役立つんだけど、そんな大型生物が現れたのは、5億4000万年前から始まる原生代になる頃で、それ以前の先カンブリア時代には存在していなかったんだ。ないものはどうしようもないか。そこでミッチェル氏とキルシャー氏の研究チームは、ミランコビッチサイクルと呼ばれる、地球の性質を利用することで、推定が難しい先カンブリア時代の自転周期の算出を試みたんだ。まず、そのサイクルを知らないんだけど。ミランコビッチサイクルとは、地球の自転及び公転の性質が非常に長い周期で変化する現象だ。自転周期が短かった過去の地球では、より短い周期で巡ることになるため、過去のミランコビッチサイクルは、当時の自転周期を間接的に示すことになるんだ。その周期的な地球の回転の変化ってどうやってわかるの？ミランコビッチサイクルは、地球の気候に周期的な温暖化や寒冷化をもたらすんだ。気候の変化は、海が凍ってできる氷床の発達度合いに影響するから、結果的に海面の高さが周期的に変化する。海岸線の近くで形成された堆積物には、浅い場所ほど粒の大きな石が堆積し、深い場所ほど粒の小さな泥が堆積しやすいという関係性があるため、堆積物の粒の大きさ、海面変動の周期、ミランコビッチサイクルの周期、一日の長さ、という順番で、地球の自転周期を知ることができるはずだと考えた。蓄積している粒のサイズの変化を調べれば、間接的に地球の自転の速度もわかるってことか。月から過去の時点のことまでわかるって、なんかすごい研究だね。そこで、研究チームは26億5000万年前から5億5000万年前までの22の地層データを分析し、過去の地球の時点周期の変化を調べた。その結果、今から約20億年前から約10億年前までの約10億年間、地球の時点周期はほとんど変化せず、1日が約19時間でほぼ固定されていたことがわかったんだ。本当に地層の研究でちゃんと証拠を見つけたんだ。自転周期がほぼ変化しなかった時期は、地球の歴史においても興味深い時期で、
自転周期がほぼ固定されていた時期とほぼ重なる、18億年前から8億年前までの10億年間は、地殻や気候がほとんど変化せず、生物の進化も極めて遅かった。退屈な10億年と呼ばれる時期に相当する。でもなんで10億年も退屈しちゃってたんだろうね。退屈な10億年がなぜ生じたのかは長年の謎なんだけど、地殻変動の原動力となる、月からの潮汐力の変化が乏しかったという仮説が挙げられている。もう一つ、退屈な10億年の始まりと終わりには、それぞれ酸素が大量に供給されるイベントがあったんだけど、このイベントが、熱潮汐トルクを増大させた可能性があると言われている。今よりも減速が弱くて加速が強いんだったら、釣り合ってたことの説明にはなるね。今回の研究が、どこまで正確に地球の歴史を描写しているのかは不明だけど、特徴がないことが特徴とも言える退屈な10億年の解明のきっかけにはなるかもしれないな。でも怖いね、地球の気候の変化で自転速度まで変わっちゃうなんて。地球温暖化も言われてるし、これから自転がどんどん速くなっていっちゃうかもしれないじゃん。地球の自転速度が上がったら、結局何が起きると思う？時間計測が狂っちゃうんでしょ？あとは、海がぶっ飛ぶとか？めっちゃぶっ飛んだ発想だが、超高速回転を始めたらそうなるな。その前に人類が滅ぶけど。じゃあもしも地球の自転が今よりもずっと速くなったら、地球では何が起こってどうなるのか解説しようか。よろしく。まず現在、地球はどれくらいの速さで自転しているのかなんだけど、実はその答えは、地球上のどこにいるかによって変わってくる。え、そうなの？赤道上では極地にいる時よりも、自転によって24時間で移動する円周上の距離が長くなるからだ。もし、赤道上にいたとしたら、秒速なんと465メートルだ。1秒で465メートル？速。これは時速にすると 1674km で音速を優に超え、新幹線の約6倍にもなる凄まじいスピードだ。東京では時速 1361km 以下と、赤道付近に比べるとかなり遅くなる。そんな高速回転してるのに、何も感じないってのも不思議だな。そんな地球の自転速度が大幅に上がれば、とんでもないことが起きると考えられている。一体どんなことが起きるの？まず起きるのは、重力がなくなることだ。今の地球の自転速度でも、極地での体重が 50kg の人は赤道付近では 49.5kg になる。これは自転速度が速いほど、宇宙空間へ放り出される遠心力の影響を強く受け、体重が軽くなるからだ。赤道付近に引っ越そうかな。まあそれは止めはしないが、もしも赤道付近の自転速度が、現在の時速 1674km から時速 30000km にまで上昇した場合、重力と自転の遠心力が完全に釣り合い、無重力状態を感じることになるぞ。それはちょっと楽しいかも。もちろん生きていられればの話なんだがな。あ、絶対無理なやつだ。次に起きることは、超強力なハリケーンの発生だ。もし地球の自転がなければ、赤道から極地へ風は一直線に進む。だが実際は、地球の自転によって風の流れは傾いてしまう。北半球では風は東方向に傾き、この傾きによりハリケーンが発生する仕組みだ。もしも地球の自転速度が速くなれば、当然ハリケーンの渦の回転速度も増し、より甚大な被害がもたらされるようになる。ついに天変地異が起き始めた。次に起きることは、水に覆われた世界になってしまうことだ。自転が速くなると、赤道付近に海が集中する。もし自転が今の2倍、つまり時速 1500km ほども増すと、遠心力によって、赤道部分には高さ数百メートルもの水が集まり、キリマンジャロやアンデス山脈など標高の高い部分以外は、すべて水没することになる。ウォーターワールドとか、映画の世界かよ。自転速度が時速25000km にも達すると、遠心力は重力と釣り合うほど大きくなり、赤道付近で絶えず降りしきる雨は、地上から天に向かって降り注ぐようになってしまうだろうな。新世界来た？ある意味絶景だろうが、まあ、この環境で生き残っている人類はまずいないな。そして最後は、地球の形すら変わってしまうかもしれない。球体じゃなくなっちゃうの？時速40000km にまで自転速度が上昇すると、地殻にまで影響が出始める。地球は丸い惑星から、極圏が平坦で赤道付近が出っ張った奇妙な形の惑星になるぜ。その過程でプレートの動きが活発化するから、大規模な地震や噴火が連発すること間違いなしだ。もう別の惑星になった。正確なバランスで成り立っている現在の環境が少しでも狂うと、とんでもないことになるわけだな。マジで今のままの平和な地球であり続けることを祈ってるよ。でもまさか一日が24時間より短くなってるなんてびっくりだよ。しかも自転が速くなってもっと短くなるかもしれないんだよね。そうだな、今のところ温暖化で溶けた氷のおかげで、あんまり変わってないと言われてるけど、今まさに温暖化の対策を世界中でしまくってるところだし、
今後は寒冷化して、耳氷河期になるという科学者の方もいるしな。そんなことになったらどんどん早くなる一方かもしれないじゃん。ああ、地球にいる以上時間は平等かもしれないけど、不変ではないということだ。減ってしまうかもしれない時間を、無駄にしないように。何をしてどう生きていくかを考えていかないといけないな。次に見るドラマを早く考えないとだね。私たちの世界と時間が逆行している世界半宇宙とは？あべこべ世界ミラー。突然何を言ってるんだよ。え？知らない？ドラえもんの道具で、何でもあべこべの世界に入り込める道具だよ。いや、ごめん。その世界だとのび太くんが暴れん坊で嫌われ者になるんだけど、私が言ったらどんな風になるのかと思って。きっと美人でモテモテなんじゃないか。どういう意味だ？だがしかし、現実にもそんな世界があるかもしれないよ。は？何言ってるの？あるわけないじゃん。いや、すべてが反転した世界、半宇宙というのが存在するかもしれないんだ。あべこべ世界ミラーとは少し違うかもしれないけど、時間でさえも逆になる、もう一つの宇宙が存在するかもしれないんだ。面白そうだね。それで半宇宙って一体何なの？私たちのいるこの宇宙の初めは、ビッグバンによって誕生したと考えられているんだけど、その時に現在の宇宙ともう一つ、反対の存在である宇宙があるかもしれないっていうのが半宇宙なんだ。え、どういうこと？詳しく話すと、ビッグバンによって、私たちの知るすべての物質は生まれたと言われてるんだけど、そして物質が生まれる時に、物質とその対の反物質も生み出されていて、そして物質と反物質は、同じ量生み出されたはずだ、と考えられているんだ。その反物質でできている宇宙が、反宇宙ってことだ。そんなこと本当にあるの？それに反物質って何なの？反物質とは、反粒子である反陽子と、陽電子からなる原子でできている物質で、普通の物質と質量は同じなんだけど、電荷などは逆になる。そして、物質と反物質が衝突すると、純粋なエネルギーを放出するとともに、消滅するという特徴を持つと言われているんだ。え、消滅しちゃうの？エネルギーから物質が生まれるとき、物質と反物質が同じ数だけ生まれる。対生成という現象が起きるんだけど、それらが再び出会うと、また光となって消滅する、対消滅という現象が起きるんだよ。へえ、そうなんだ。そういえばさっき言ってた、反物質の粒子って何なの？粒子っていうのは、物質の分子を分解したもので、最小単位は素粒子というよ。この素粒子は、あの陽子や中性子よりも小さいんだよ。クォーツや電子などが素粒子と考えられているよ。そんなに小さいの？でもそれって宇宙にしかないの？そんなことないよ。素粒子というのは、地球にももちろん存在するよ。例えば人体や服、食べ物や飲み物などすべて素粒子の集まりなんだ。人の体も細かく分解していくと、素粒子でできているんだよ。なんかそう思うと気持ち悪いな。そして、反物質を考える上で、ニュートリノという素粒子が大事になるんだ。なんだ？ニュートン？ニュートリノってのはイタリア語で、電気を帯びていないプラス小さいという意味なんだ。これは、最初の方で説明した素粒子の一つなんだよ。そしてこのニュートリノが、現在の宇宙を作る鍵を握っている可能性があると言われているんだ。そんなに重要なやつなのか。素粒子には、大きく分けて3つの種類があって、物質を作る物質粒子、力を伝えるゲージ粒子、質量を与えるヒッグス粒子の3種類だ。ニュートリノは画像にある通り、物質を作る物質粒子だよ。ふむふむ。そしてニュートリノは、宇宙から常に私たちの住んでいる地球に降り注いでいるんだけど、不思議な性質を持っていて、お化け粒子とも呼ばれているんだ。なんだよ、ちょっと怖いな。ニュートリノは、プラスの電気もマイナスの電気も帯びていないから、他のものとくっついたり反発したりしないんだ。つまり、他の物質とぶつかっても影響がほとんどない。さらにニュートリノは非常に小さく、原子の中も通り抜けることができるんだ。原子の中を通るって、そんなの全部じゃん。だから今私が説明しているこの瞬間も、私の体をニュートリノが通っていることになるし、この説明を聞いているみんなも、ニュートリノが通っているってことになるんだよ。ちなみに、1秒間に約100兆個のニュートリノが体をすり抜けていると言われているんだ。それは本当に気持ち悪いな。まあそれを私たちが感じることはできないんだけどね。感じ取れずにすり抜けちゃうから、お化け粒子なんて言われているんだね。ちなみに、このニュートリノにも3つの種類があって、電子ニュートリノ、ニューニュートリノ、タウニュートリノだよ。また3つ。この3種類のニュートリノが、それぞれに姿を変え合っているということが発見されていて、そしてこれにも、対となる反ニュートリノがあると考えられているんだ。え、なんでなの？素粒子はスピンと呼ばれる、自転する性質があるんだけど、
このニュートリノは不思議なことに、動きに対するスピンの方向が全て左巻きなんだ。でもニュートリノ以外の粒子には、どれも左巻きと右巻きがあるんだ。え？じゃあ右巻きのニュートリノは？ニュートリノにも右巻きのスピンのものがあるかもしれない。そしてそれが、反宇宙を見つける上での手がかりなんじゃないかと言われているんだ。え？ニュートリノがどう関係するの？まず宇宙に存在する重要な、対称性から説明するよ。対称性とは、チャージ、パリティ、時間の3つがあるんだ。なんか今回は3つずつ説明したがるね。たまたまだよ。一つ一つ紹介していくぞ。まずチャージっていうのは、電磁気学における電荷及び磁荷や、量子より気学における色になどの、種々の物理量を一般化した概念のことなんだ。次にパリティだけど、これは量子力学において、粒子の持つ属性の一つのことなんだ。時間についてはわかるよね？うん、理解できたよ。次にこの3つの重要性について見ていこうか。チャージは、相互作用している全粒子のチャージを正反対にしたら、全く同じ相互作用が起きる。パリティは、相互作用の共造もまた、同じ結果になる。時間は、相互作用の時間の流れを逆転させれば、全く同じに見える。だから仮に、この世で起きているありとあらゆる相互作用の一つ一つを観察しながら、チャージを反転させ、鏡に映し、時間を逆転させたとしたらどれも全く同じように振る舞うはずなんだ。こうした基本的な対称性のことを、頭文字を取って CPT 対称性って言うんだよ。対称性には、チャージ、パリティ、時間があって、チャージは電荷を反対にする、パリティは鏡で映したように位置関係を反転させる。時間については、時間の向きを逆にする。それでこの3つは、変換同時に行っても変化しない原理のことで、この頭文字を取って、CPT 対称性って呼ぶんだね。その通りだ。そしてこの対称性を宇宙に適応させようとしたんだ。アナルズ・オブ・フィシックスに投稿された論文では、この対称性を拡張するよう提案している。通常、対称性は相互作用、すなわちこの宇宙の物理を構成する、力と場にしか適用されない。でももしそれが極めて重要なものなのであれば、宇宙全体に適用してもいいはずだと言っているんだ。宇宙全体に適用したらどうなるの？私たちは膨張する宇宙で暮らして、この宇宙には無数の粒子が満ちていて、興味深いことをいくつも行って未来に向かって進化する。しかし CPT 対称性を宇宙全体に適用すると、今見ている宇宙は全体像ではなくなるんだ。つまり、もう一つの反宇宙が存在しているはずなんだ。なるほど。対称性の原理は宇宙にも適用されるはずで、それを適用するともう一つの宇宙、反宇宙が存在するはずなんだね。もしこの反宇宙が存在しているとしたら、全く正反対の電荷粒子があり、まさに鏡映しで、時間は逆方向に流れている宇宙になる。私たちが暮らす宇宙の、いわば双子の片割れのようなもので、両者がなければ CPT 対称性が維持されないんだ。そんなのが見つかったら、すごい大発見になるね。もし本当に反宇宙を発見することができたら、現在宇宙の始まりにおいて信憑性が高いと言われている、インフレーション宇宙論が覆される。インフレーション宇宙論って？インフレーション宇宙論ってのは、物理学者佐藤克彦とアラン・グースによって提唱された。宇宙でビッグバンが直後に発生した、宇宙空間の急速膨張によって始まったという理論だよ。CPT 対象宇宙では、この急速膨張を想定しなくても、自然に膨張して粒子で満たされるそうだ。現在の理論が根底から覆されるのか。そうなんだよ。ただ、CPT 対象宇宙を説明するには、さっき説明した右巻きのニュートリノが、少なくとも一つはないといけないんだ。それで反宇宙の手がかりって言ってたのか。CPT 対称性を宇宙全体に適用し、反宇宙が存在すると仮定すると、宇宙は右巻きニュートリノで満たされ、さらにダークマターの正体まで説明できるようになるんだよ。ダークマターの正体まで、何としても見つけてほしいね。そこで反宇宙の存在を検証する方法も検討されているんだよ。どうやって検証するの？ここでもニュートリノが出てくるんだけど、反宇宙が存在したとしたら、3つの左巻きニュートリノは、マヨラナ粒子であるはずなんだ。マヨラナ粒子とは、通常の粒子には電子に対する陽子のように、物質と反物質があるんだけど、粒子自体が、反粒子でもあるもののことだ。そしてニュートリノがマヨラナ粒子であることが判明すれば、それが反宇宙の存在を示すらしいんだけど、今のところ、ニュートリノにそんな性質があるかどうかはわからない。あと質量のないニュートリノの存在も予測されているよ。ニュートリノの研究に全てかかってるんだね。そういえば最初に、ニュートリノのことお化け粒子って言ってたよね？うん、何でも通り抜けちゃうお化け粒子だよ。そんなのどうやって研究するの？何でも通り抜けちゃうんじゃ無理じゃない？それは心配ないよ。
ニュートリノ研究については、1930年頃から数々の研究者によって発展していったんだけど、一番初めにウォルフガング・パウリが、何かがいる、と言って予測したところから、フレデリック・ライネスが、1953年頃に本当に見つけることに成功した。1987年に東京大学の小柴教授のグループが、神岡でというニュートリノ観測装置を建設し、超新星爆発で放出されたニュートリノ検出に成功しているんだ。ニュートリノ観測装置なんてものがあるのか。現在は、さらに性能を向上させたスーパー神岡でができていて、2015年に、ニュートリノに質量があることが世界で初めて確認されているんだ。さらにスーパー神岡での5倍の規模になる、ハイパー神岡でが2021年から建設が始まって、2027年の実験開始を目指して進んでいるよ。研究の成果だけじゃなくて、新たな装置の建設まで行ってるんだね。今後のニュートリノ研究が楽しみだね。今とは逆の存在の宇宙があるかもしれないなんてびっくりだよ。もしあったら一体どんな世界なんだろうね。全部反対の世界なんて想像もつかないけど。どっちにしても、鏡写しの半宇宙に行くことはできないと言われているしな。それじゃああんまり面白くないね。行けたとしても、追消滅しちゃうけどな。あ、そっか。でも地球の常識じゃ考えられないような可能性を秘めていて。ロマン溢れる宇宙が私は大好きだよ。うん。愛が溢れてるね。何ちょっと引いてるんだよ。よく言われる時間は存在しない、やっぱり存在しなかったようです。一日は36時間か48時間であるべきだよ。遊ぶにしても寝るにしても、24時間だけじゃ配分が難しい。全人類が一度は考えることだな。もっといろいろしたいのに、一日がすぐに終わってしまう。そこまで時間に追われた生活をしているのか？なんか人ごとみたいに言ってるけど、一日が長くなってほしいとは思わないの？もちろん私もやりたいことはたくさんあるが、時間なんて幻想だと考えると、不思議と急ぐ気持ちがフェードアウトするんだ。時間が幻想って、もしかして現実逃避でもしてる？実は時間なんてものは存在しないという説があるんだ。なんだそれ、何かの映画に影響されたのか？突然だが、もし時間なんて存在しないと言われたらどうする？どうするも何も、暑さでおかしくなっちゃったのかなって心配になるよ。つまり、時間がないなんて信じられないってことだな。そりゃそうでしょ、本当に時間が存在しないのなら、その証拠を出してみて。そうだな、例えば山を考えたとき、時間の流れは高地では速く、低地では遅く進むんだぞ。え、それって本当？驚きの事実なんだけど。その差はほんのわずかだが、正確な時計を使えば実際に測って確認をすることができるんだぜ。私たちが感じている時間感覚からはかけ離れすぎだよね。まあ、現実が思っていることと違うことはよくあることだ。地球が平らに見えて実際には丸かったり、太陽は空を回っているように見えて回っているのは私たちの方だったりと、時間も見かけとは違ってどこでも同じように流れているわけではないって話だ。そう言われてみれば、確かに見かけと現実は違うことってよくあるよね。ちなみにアインシュタインは、時間差を測定できるくらい精度の高い時計ができる100年も前から、時間の流れは均一ではないという事実に気づいていたぞ。そうなの、そこまで予想していたなんて。驚くべき事実はこれだけじゃないぞ、なんと時間には方向がないんだ。さすがにそれは嘘じゃない？未来から過去に行けることになっちゃうよ。過去と未来を区別するものは、物理法則のどこにも存在しないんだ。有名なニュートン力学の万有引力でも、過去と未来を区別することはできないんだ。例えばボールは落ちることができるだけでなく、跳ね返ることによって戻ってくることもできるだろ？方程式に従ってある出来事が起こるのであれば、同じ出来事でも、時間を遡って逆に進めることもできるわけだ。へえ、なんか言ってることはわかるけど、いまいちイメージがつかないな。私たち人間は老いを感じるため、時間に方向があると信じがちだ。それは老いるように人体がプログラムされているからで、老いのない世界や若返りの技術が実現したら、それらは過去に遡ったとも言えないか？まあ、見た目的には遡ったって言えるのかな。そう考えると、時間に方向がないことも想像しやすいかもしれないね。でも現実には、時間の方向に依存しているものもありそうだな。そうだな、もちろん時間が進むことで物理的にも意味を持つものがあるぞ。暦とかかな？いや、熱だ。熱は暖かいものから冷たいものに、一方向にしか移らないんだ。逆に冷たいものから暖かいものに移ることはないんだぜ。あ、なんか聞いたことあるかも。この熱の移動を別の言葉で表現をすると、エントロピーは常に増大していくという表現になる。
難しい言葉だな、エントロピー？規則がある状態から、不規則な状態へと進んでいくという法則のことだ。この法則は、時間の方向を定めるために利用できそうな気がしないか？え、一体どうやって？例えば、コーヒーに牛乳を混ぜてコーヒー牛乳にできても、それをまたコーヒーと牛乳に戻すことはほぼ不可能だ。これは、低エントロピーから高エントロピーに増大したと言える。確かに、もう混ざりきっちゃったなら戻せないし、不規則というか複雑な状態に移動したって考えられるかも。そもそも規則的ってどんな感じなのかがまだよくわかっていないけど、規則的と一言に言っても、ある状態に規則があるかどうかは、そう見えているだけで厳密に定義できるものではなく、結局人間の思い込みや勝手な判断によるものでしかないからな。ちょっと何言ってるのかわからないけど、一つ例を挙げよう。例えば、52枚のトランプを無作為に選んだ時に、1から26枚目まで全て黒で、その後の26枚が全て赤だったら、そのカードの並び方には規則があるように見えるよな。すごい確率だけど、黒を並べ切った後に赤が並ぶって感じの規則があるように見えるよね。ああ、ところが見た人がたまたま色に注目をしたからそう見えただけで、他の要素を見ると数字やマークはバラバラであり、その並び方は不規則だとも言える。そう考えると、物理的に時間の方向を定めることはできないし、一見そう見えるだけという結論にたどり着くんだ。なるほどね、時間感覚が身についてしまっているから、まだ納得はできないけど、言いたいことはわかる。ちなみに、少し難しくなるが、空間や時間の性質を研究している、量子重力という分野では次の3つの発見をしている。有常性、物事は有常であること。不確定性、物事は不確定であること。関係性、物事は他との関係に依存すること。空間や時間の性質、すごいのだけはわかるけど、有常性とか難しくてよくわからないよ。例えば有常性だが、時計は15時46分36秒というように特定の値を示すだろ？これは時間を連続的なものではなく、有常のものとして扱っているんだ。1秒単位の粒ってこと？ああ、量子というのはもともと基本的な最小の粒のことだ。あらゆる現象に最小の規模が存在するんだぜ。最小の時間はプランク時間と呼ばれており、1秒の1億分の1の10億分の1の10億分の1の10億分の1。つまり10のマイナス、44乗秒という長さになる。途方もなく小さな単位と思っていい？それで問題ないぞ。要するに、この世界はごく微細な粒からできており、連続的ではない、ということが言いたいんだ。神はこの世界を連続的な線では描かず、スーラの絵のように無数の点描として描いた。と例えられることもあるんだぜ。なるほど点描か、時間って川みたいに繋がってずっと流れ続けてるのかと思ってたけど、パラパラ漫画みたいな感じで、点が並んで動いてる感じってことか。日常には時間が流れているから、まだ完全に受け入れるのは難しいかもしれないけどな。ただこんな時間を突き詰めていくと、量子力学の世界では、なんと時間は蜃気楼かもしれないとする衝撃の研究もあるんだ。蜃気楼って遠くの景色が浮いたり反転したりするやつ？ああ、新しい理論的研究によれば、時間は量子レベルで作り出された幻想かもしれないそうだ。そんな、時間って幻だったの？物理学者たちはこの分野の始まりから、時間の本質を理解しようと苦闘してきたが、時間は宇宙の基本的な要素ではなく、実は量子もつれから生じる幻想である可能性が出ているんだ。つまり幻想に従って規則正しく生活したりしていたってこと？さすがに厄介すぎない？ああ、物理学者にとって時間は本当に厄介な相手なんだ。宇宙に関する理論同士でも時間の挙動が一致しなくてな。宇宙の全ての物理法則を説明する、万物の理論の発見を妨げているんだ。じゃあ宇宙を理解するための研究にも影響を与えているんだね。まさかそんな奴だったとは。そんな中で研究者たちがこの問題を解決する手がかりを見つけたと主張しているぞ。解決手法は、時間を量子もつれとする。すなわち、遠く離れた二つの粒子間の、つながりの結果として捉えることだ。全くわからないのだけど、どういうこと？古典的な法則と量子的な法則の両方に、一貫した形で時間を導入したとき、時間がもつれの現れとして存在するということだ。この研究を進めている、アレッサンドロ・コッポ氏は、時計とシステムの間の相関関係が時間の出現を引き起こし、それが私たちの生活における基本的な要素となる、と語っているぞ。ますますよくわからない。そもそも古典的な物理と量子的な物理では、時間の扱い方は違うのか？ああ、量子力学では、微子的な世界における理論として、時間は固定された現象であり、過去から現在への一方向の流れとして不可逆的だ。
時間は、時計の針など外部の物体の変化を観察することでしか見えないぞ。まさに私たちが今生活している世界の話だよね。一方でアインシュタインの一般相対性理論によれば、私たちの体や星、銀河などの大きな物体を説明する理論で、時間は空間と一体化しており、高速や重力の存在下で歪んだり膨張したりする。確か一般相対性理論だと、高速で移動すると時間の流れが遅くなるって聞いたことあるけど。ああ、この古典的な時間と量子的な時間の理論が根本的に対立していてな。この対立を解決しないと、万物の理論には手が届かないんだ。じゃあ、否が応でも解決しないといけないんだね。具体的な問題点はよくわからないけど。量子理論には重大な矛盾があって、この矛盾こそが時間の問題点なんだ。この問題を解決するため研究者たちは、ページ&ウッターズメカニズム、と呼ばれる理論に目を向けたぞ。この理論は1983年に最初に提案されたメカニズムだぜ。なんだそれ？一方の物体に対して他方が時計として機能することで、量子もつれから時間が出現するというものだ。うん、領域何言ってるのか理解できないかも。つまり、もつれのない系では時間は存在せず。その時間が存在しない系では、宇宙は凍結された状態ってことだ。なんとなくわかるくらいのイメージで大丈夫だぞ。とりあえず宇宙が凍結されているってことは、氷付けされているみたいにピタッと止まっているってことだね。ああ、研究者たちは、振動する調和振動子と時計として機能する一連の小さな磁石という、もつれ合っているが相互作用しない系に、このメカニズムを適用したんだ。そもそももつれがよくわかっていないんだけど。そうだな、例えば二つの音叉がもつれた状態にあると仮定しよう。一方の音叉を叩くと、同じ振動数の音叉が共鳴して振動を始めるだろ？量子もつれも同様に。もつれた二つの粒子が一方の状態によって他方が共鳴するように影響を受けるんだぜ。実際の量子もつれの現象とは異なるが、一つの状態が変わることによってもう一つも変わっちゃうんだね。そんな感じだ。ページ&ウッターズメカニズムをもつれ合っているが、相互作用しない系に適用した結果、ケイオ・シュレディンガー方程式によって完全に記述できることを発見したんだ。それってシュレディンガー方程式で全部説明できるってこと？ああ、だが一つ注意すべき点があって、この系は時間ではなく、小さな磁石の状態によって進行しているってことだ。時計として機能する一連の小さな磁石だ。時間が流れるんじゃなくて、小さな磁石の状態変化が流れているって感じだね。うむ、実はこの実験は新しいものではなくて、前からあるものだったんだが、研究チームは計算を2回繰り返していてな。この2回計算したという点が重要で新しいポイントだぞ。計算を2回？同じものを計算するなら、答えは同じなんじゃないかな？最初は磁石の時計、2回目は調和振動子に注目したんだ。巨視的な物体であると仮定して計算しているんだぜ。その結果、方程式は古典物理学の方程式に簡略化されて、時間の流れが大きなスケールの物体に対しても、量子もつれの結果として見なせることが示唆されたんだ。大きなスケールは、アインシュタインの一般相対性理論で説明されていたけど、この計算で古典的な時間と量子的な時間の理論の対立が解消されたの？ああ、この研究をリードしていたコッポ氏は、我々が考える正しい論理的な方向性は、量子物理学から出発して古典物理学に到達することであり、その逆ではないと強く信じています。と述べているぞ。対立しているんじゃなくてスタートとゴールってことなんだ。他の研究者たちも同じような考えなのかな？他の物理学者は慎重な姿勢を見せているようだぞ。時間の量子起源について、ページ&ウッターズメカニズムが興味深いアイデアであるとしながらも、テスト可能なものはまだ何も生み出されていないからな。まあ時間の実験なんてそう簡単にできることじゃなさそうだしね。一応、普遍的な時間を量子上と三次元空間の量子状態のもつれとして考えることは、数学的には一貫しているんだぜ。だがこの見方から何か新しいものや有益なものが生まれるか。例えば量子物理学と一般相対性理論の修正や、それに対応する実験テストが生まれるかどうかは誰にもわからないんだ。でも可能性があるなら研究を進めてほしい。時間についてや量子的なものへの理解が深まればもっとこの世界を楽しめそう。そうだな、量子力学から出発して時間の理論を構築することを、実験という土台に乗せることができれば、有望な出発点になるかもしれない。もしかしたら、量子もつれには何か役割があるのかもしれないしな。確かに時間を量子もつれの結果として捉えることが正解だったら、その量子もつれの役割的なものも導けるのか。時間については、もしかしたら、時間を理解する唯一の方法は、神の目の視点からではなく、
内側から、つまり世界の外観を具現化する生命の何かから問うことなのかもしれない。と語る研究者もいるんだ。相対性理論まで登場するとは思わなかった。よく考えたら時間もがっつり関係するけどさ。うむ、シュレディンガー方程式を調整することで、古典的なアインシュタインの相対性理論と、量子力学を統合できるかもしれない。という研究もあるんだぜ。まさかの古典と量子の統合？本当にできるの？物理学者たちは、シュレディンガーの猫のパラドックスに修正を加え、量子粒子が複数の状態で同時に存在できる理由を説明する一方で、大きな物体、例えば宇宙全体がそうでない理由を説明しようとしているんだ。大きいスケールには適用が難しいって話だもんね。そんな無謀な挑戦をするなんて。量子物理学の奇妙な法則によれば、物理的な物体は複数の状態の組み合わせ。例えば同時に2つの場所に存在したり、様々な速度を持ったりすることができるとされている。この理論によれば、経は測定装置と相互作用するまで重ね合わせの状態に止まり、測定の結果として初めて明確な値を取得するんだ。難しく言っているけど、猫を観測するまで猫の安否はわからない、ってことでしょ？ああ、そしてこの経における状態の突然な変化を崩壊と呼ぶぞ。崩壊、急に怖いワードが。シュレディンガーの猫のパラドックスで例えると、密閉された箱の中の猫が、箱を開けるまで死んでいると同時に、生きている状態にあるというもので、箱を開けることで猫の状態が崩壊し、その運命が明らかになるということだ。猫の状態が崩壊って、一生聞きたくないワードかもしれない。崩壊するのは猫じゃなくて状態だから安心してくれ、思考実験だしな。思考実験なのはわかってるよ、現実で実験されたら泣いちゃうかも。幸か不幸か、これらの法則を現実のシナリオに適用することには困難なんだぜ。これが真のパラドックスの原因だ。どういうこと？量子法則は基本粒子の領域では真である一方で、より大きな物体は、アインシュタインの一般相対性理論が予測する古典物理学に従い、状態の重ね合わせで観測されることはないだろう？まあ確かに、イメージできるってだけで具体的な実例とかはないよね。さらに宇宙全体を量子の原理で説明しようと思うと、さらに大きな課題があるんだ。それはスケールが大きすぎるから？宇宙は完全に古典的であり、その状態を測定する外部の観測者が存在しないように見えるからだ。外部の観測者、確かにいないね。当たり前すぎて気がつかなかった。それに、宇宙には宇宙以外の環境がないため、宇宙が重ね合わせの状態にあることができるのかという疑問が生じるんだ。それも言われてみればそうだ。宇宙と同じようなものがないと議論するのは難しいよね。観測的には、すべて一般相対性理論の古典的な予測に沿っているのが現状だ。どこかに重ね合わせを阻止している何者かがいるのかな？この疑問を提唱したカルレッソ氏は、シュレディンガー方程式を修正することにしたんだ。重ね合わせを含むすべての状態が、時間とともに進化するシュレディンガー方程式に変えようとしたんだ。シュレディンガー方程式、ここで修正が加わるんだね。カルレッソ氏らの研究チームは、シュレディンガー方程式の特定の修正が問題を解決することができる、と考えたんだな。自分自身と相互作用する項を方程式に追加し、さらに他の項も追加しているんだ。これにより、重ね合わせが崩壊することが明らかになったんだぜ。自分自身と相互作用か、地産地消で重ね合わせが崩壊するってわけだな。このような効果は、経が大きくなるほど強くなるんだ。じゃあ宇宙なんかはものすごく効果が出ているってこと？ああ、この修正は、原子や分子のような微子的な経にはほとんど影響を与えないんだが、宇宙自体のような大きな系では頻繁に崩壊が起こり、宇宙の観測と一致する値を持つようになるぞ。矛盾が生じないで済むなんてめちゃめちゃいい修正ってことじゃん。さらに量子物理学の修正バージョンとして、測定対象となる物体と測定装置を区別しないようにしたんだ。区別しないようになると、各系の状態が定期的に自発的に崩壊し、その属性に対して明確な値を取得する、という発案をしたんだぜ。ん？どういうこと？大規模な系では、自発的な崩壊が頻繁に発生し、それが古典的な状況をもたらすんだ。これらの系と相互作用する粒子はその系の一部となり、粒子の状態の崩壊が起こるぞ。状態が崩壊するということは、測定できるということと同様だと思っていい。つまり明確な座標が取得できるってことだ。そっか、シュレディンガーの猫も状態が壊れた時に安否がわかるもんね。ああ、それと同じだな。外部からの働きかけがなくても、どんな系でも特定の状態に自然に崩壊する。猫が死んでいると同時に生きている状態ではなく、死んでいるか生きているかのどちらかであることがわかる。とカルレッソ氏は述べているぜ。この新しいモデルは、なぜ私たちの宇宙の時空の幾何学が重ね合わせ状態に存在せず、
アインシュタインの相対性理論の古典的な方程式に従うのかを説明する可能性があるんだ。もし説明できたら、宇宙の構造がまた一つ解明できることになるんだ。量子的な考え方は一切適用されないことになるの？全くないというわけではなくて、最終的に崩壊した結果、古典的なものとなった量子宇宙を描いているんだぜ。カルレッソ氏らの研究から、自発的崩壊モデルが異なる時空の幾何学を持つ複数の宇宙の、量子重ね合わせから古典的な宇宙の出現を説明できることを示しているんだ。この理論は、なぜ宇宙が古典的な物理法則に支配されているように見えるのか？という疑問を説明するかもしれないが、大規模な物理過程について新しい予測を行うわけではないぞ。枠組みだけ説明できるようになるけど、箱の中はもっと詳しく見ないとわからないよってこと？でも粒子の状態が崩壊して、測定できることと同じような状況になるんじゃないの？ああ、このモデルでの原子や分子の挙動については、予測は進んでいるものの、実は従来の量子力学から逸脱している部分もあるんだ。修正された量子モデルを検証するのは簡単ではなくてな。今後の研究は、そのような検証を実際に進められるようにすることを目標にしているようだ。ちょっと難しすぎて完全には理解できてないけど、時間を語るには、アインシュタインの相対性理論じゃまだ不完全だけど、シュレーディンガーの方程式を統合した理論ができれば、時間をちゃんと説明できるようになる。でもその統合された理論だと、時間は点の集まりで蜃気楼みたいなものになっちゃうのか。そうだな、量子力学の理論で考える時間というものは、この世界は絶えず変化している点、出来事のネットワークであるということだ。つまり世の中は物ではなく、出来事の集まりということになる。いかにも物質らしいものでも、長く続く出来事であるに過ぎないんだ。なんか量子力学の話をしていたのに、急に哲学的になったね。確かにそうだな、もっと言えば、硬い石でも最小単位で見れば、量子上の複雑な振動でしかなく、複数の力の相互作用の結果、石としてまとまった塊として存在している。これも長い時間で見れば、崩れて再び砂に戻るまでのごく短い姿でしかないんだ。ふむ、いつかは崩れてしまうけど、今はただ集まっているという出来事を見ているだけなんだな。物理学では長年、この世界を何か実体があるものとして理解しようとしてきたが、調べれば調べるほど、そこにあるという観点では理解できないように思えてくる。この世界は出来事同士の関係として捉えた方が、はるかに理解しやすい構造になっているんだ。じゃあ、過ぎ去った過去も、これからの未来も、人が時間の流れだと感じているだけで、本当にそこにあるのは関係性だけ、ということ？ああ、達観した結論だがな。世界は物ではなく出来事の集まりであるって説明は、なかなか痺れるな。時間について話をしていたのに、量子力学まで登場するなんて、本当にいろいろな事象がいろいろな分野で繋がっているんだね。時間がこんなに不思議なものだったなんて知らなかったよ。生まれた時から日常に溶け込んで、生活のサイクルの主軸になる物理量だからな。本当にそうだよね。一体いつから時間に縛られて人類は生活し始めたんだ？古代の人も時間とか意識していたのかな？どれくらい古代かにもよるが、少なくとも計測機器がなければ、太陽や星の位置ぐらいしか判断基準になるものはなさそうだな。今の一日は24時間周期だけど、そもそも人類はいつから時間を測り始めたんだろ？人類が初めて時間を測るシステムを作ったのは約4000年前だ。太陽を使う日時計、太陽のいらない水時計など、古代エジプト人が、一日をいくつかの単位に分けるというアイデアを思いついたんだぜ。遺跡で発見された初期の日時計を見ると、日中の時間を12等分にしていたようだぞ。12等分って、今の24時間周期はここから。日時計って、太陽が作る影で時間を測るやつだよね。ああ、だが日時計は季節によって日中の長さが変わることから。真冬に比べると真夏は、1時間あたり約16分ほど長くなってしまう難点があるんだ。おそらくエジプト人も夏は時間の経つのが遅いなぁと思っていただろうな。一日を分割するなんて最高のアイディアを思いつきながら、ちょっと抜けているところもあって可愛いね。この日時計の16分差って、人間にはどうしようもないの？そんなことないぜ、この問題を解消するために水時計が作られたんだ。ここで水時計が登場するんだね。水時計って初めて聞いたんだけど、どんな時計なの？湧き水などのいつも決まった量が安定して流れてくる水をエネルギー源として、この水を水槽などの容器に溜めることで、その水面の高さの時間の経過を測り、それを元にして時刻を定義する時計だ。水時計は1日を24等分にし、太陽の動きと関係なく時を刻むんだぜ。太陽が出ていなくても時間を測れるんだ。夜用の時計としても使えそうだね。まあ、今度は蒸発した凍ったりもするから、水時計には水時計の課題があるんだがな。
改善したら新しい課題が出る、時計の概念が誕生して今の形になるまで。4000年の月日が流れるもの納得だ。秒や分の単位を使っている、現代の時計に近いものはいつ頃登場するの？西暦1000年頃に誕生したぞ。1日を24時間とし、それを60で2回割って、分と秒としたんだ。ちなみに秒を示す英語のセカンドは、時間を60で2回割るセカンドビジョンに由来するんだぜ。そうなの、また一つ賢くなっちゃった。セカンドって単位、ミニッツやアワーと比べるとなんとなく違和感があるもんな。さて、1秒は1日の 86,400 分の1と定義されたんだが、ここでもエジプト人が直面したのと同じ問題が見つかっているぞ。え、問題？もしかして現代まで問題が続いているの？ああ、1日の長さが必ずしも一定ではないという問題が今の時代にも残っているんだ。地球の自転は、月と太陽の重力の関係でちょっとずつ遅くなっているから。100年前の1日は今より少し短く、100年後は少し長くなるぞ。さらに、地球の中心部も不安定な動きを見せることがあるため、自転の予測不能なスピードアップやダウンが起きる可能性もある。時計のシステムを完璧にするためには宇宙まで考慮しないといけないのか。この問題は科学で解決できるの？もちろんだ、時間のズレを防ぐために科学は原子を使ったぞ。1967年、国際土壌鉱委員会は、セシウム133原子が919,263,1770回、振動する時間として1秒を再定義しているんだ。こうして新たに誕生した原子時が、地球の動きに基づいて使用されていた天文時にとって変わった歴史があるんだぜ。91億、何？振動する回数？セシウムって小刻みどころか尋常じゃないくらい震えているの？うむ、原子時計といってかなり正確な時計だ。それでも、数年に一度くらい予想外の天文学的異変が生じて、原子時と天文時がずれることがあるんだ。具体的には、100年で2から3分程度のずれだな。そんなの日常生活には支障のないレベルじゃん。私たちにはな。正確性を求める科学には強い打撃なんだぜ。そこで導入されたのがウルー秒だぞ。え、ウルー秒ってそういう経緯だったんだ。全然何の疑問もなく受け入れていたよ。地球の自転が変動して、原子時と天文時に 0.9 秒を上回る誤差が生じる場合は、1秒単位で原子時を調整する、これがウルー秒だぜ。時計って昔からあるけどどんどん進化しているんだね。ああ、原子時計はその後も進化を続けていて、近年では3000万年に1秒も狂わないほどの精度まで達しているんだ。さらに2015年には東京大学により、原子時計を超える光格子時計というものが開発されているぞ。光格子時計？原子時計よりもすごいの？光格子時計であれば、なんと宇宙の年齢である138億年が経過しても、時間のズレは起きないんだ。138億年も、そこまでして科学が時間を正確に測る理由って何なの？これには、アインシュタインが関係するぜ。アインシュタインは高速に近づくと時間は遅く進むことと、重力が強いところでは時間がゆっくり進むという2つの相対性理論を提唱したな。うん、アインシュタインの代表的な研究だね。ところが人が歩く程度のスピードや、高低差1センチで生じる重力エネルギーの差による時間のズレは、原子時計ですら測れないほどわずかなものだ。だが、光格子時計を使えば、この日常生活における時間のズレも捉えられるんだぜ。え、そんなに厳密に計測できるの？一体どこに需要があるんだ？例えば、光格子時計を乗せた車を道を走らせ、時間のズレを測定することで、重力エネルギーの差をマッピングできるぜ。重力に異常が見られる場所には、貴重な資源が隠されている可能性もあるし、もしかしたら火山の噴火や津波の到来も予知できるかもしれないぞ。そっか、普段感知できないところ、捉えることで見えてくることもあるんだね。ああ、日常生活に関係なさそうに見えて、実は時間を正確に測ることはとても重要なことなんだ。時間は傷を癒してくれたり締め切りをせかしたりしてくるけど、まさか幻想だったかもしれないなんて想像もしたことなかったな。私もこの研究を知るまではそうだったぜ。だが時間の正体が量子もつれの結果だったり、果ては宇宙の理論にまで言及できたり、四つ目の次元として挙げられる物理量なだけあるな。古典的な相対性理論と現代の量子力学が対立すると思ったら、スタートとゴールの関係かもしれないって激アツだよね。シュレディンガー方程式を修正するやつだな。そう、状態の崩壊とか重ね合わせのやつ。もし宇宙の重ね合わせの崩壊などが実証できて、宇宙の時間と空間の幾何学を説明できるようになれば、人類は万物の理論に近づけるかもしれないぞ。